いやお腹いっぱいだね。すごい美味しかった。てかすごいいいレストランじゃなかった？もう言ってくれればもうちょっとちゃんとした格好で来たのに。ありのままが一番だよ。でも すごい高かったんじゃない？いいんだよ。だって今日は付き合って2年の記念日だろ。ありがとう。そうだ、今日はよしこちゃんに伝えたいことがあるんだ。伝えたいこと？うん。ちょっと何？ちょっとここ座って待ってて。ちょっとケイちゃん、ちょ何よ。え、素敵なレストラン伝えたいこと？え、ちょ何？ちょっと、え、ちょ何？え、ギター持っててどこにしまってたの？お前茂みに。茂み？昨日から準備してたんだ。大胆じゃない？え、何？今日はよしこちゃんのために歌作ってきました。今日のためにめちゃくちゃ練習したんだ。幸せ。聞いてください。 Forever Love Forever。初めて見たときビビビッと聞いたんだ。まぶた閉じれば君が映るよ。運命を感じて嬉しかったんだ。ちょ、もう泣いちゃうんだけど。やばい。愛くるしい笑顔を抱きしめたくなる。歌うまいね。毎日癒されてるんだ。めっちゃ好き。曲めっちゃ好き。やばいんだけど。毎日会いたいし毎日キスしたい。愛してる。めっちゃ愛してる。ララ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 。でも別れてほしい。なんて言った？え、ラブソングだよねこれ。毎日楽しいさ。楽しそうだね。3日連続でアウトレット行ったり。楽しかったね、アウトレット。朝から晩までゲームセンターのメダルゲームは最高だったよね。結局一番楽しいもんね、メダルゲーム。喧嘩した時も笑い合った日々も。このメロディやばい。そんな毎日が幸せでした。なんで過去形なの？めっちゃ好き。やっぱラブソングだ。めっちゃ好き。めっちゃいい曲だ。毎日会いたいし毎日キスしたい。愛するめっちゃ I love you。 ララ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 ラ。でも別れてほしい。やっぱ別れの曲だった。やっぱ別れてほしいって言ってたね。なんでそれまで最高なのに、なんで最後別れてほしいなんて言うの？よしこちゃんってさ、料理上手じゃん。うん。よしこちゃんって家族大事にするじゃん。うん。よしこちゃんって周りの人から愛されるじゃん。ありがとう。でも別れてほしい。なんでなの？今いいことしか言ってなかったのに。ケイちゃん、どういうこと？ちゃんと説明してよ。ラララララララ。わからない。どういうつもり？何を考えてんの？怖い。ララ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 。分かれてほしいって言ってんじゃん。ラララで分かる体になっちゃった。で、ちょっと待って。素敵なレストランごちそうしてくれてさ、伝えたいことがあるって言ってさ、練習してきました、歌作ってきましたって言ってくれてさ、別れの歌って何よ。別れの歌練習してくれるバカどこにいんの？っていう、何？フォーエバーラブ？フォーエバーって何？もうこれ永遠愛永遠って、もうバカじゃん、バカじゃん、バカじゃん。何？指輪。結婚してください。え、もう分かんないんだけど。何？どういうこと？こういうサプライズ。サプライズ下手かよ、マジで。何も、わけわかんない、もう、何こいつ、マジで。でもさ、
どうもありがとうございました。